これが翔の先輩、まあ、一応先輩ですね。どんな感じだったんですか。遅刻が多かったかなとか、あとは、まあ、若いんで。あんなタイプ、ゲリラ的だ。あの職人には並んでよ。充電されてねえじゃねえか、電池が。76% じゃねえか、電池が。今日はどこに向かってるんですか。堀川翔ってあの足場班の責任者の知り合いで紹介で、まあ、結構仕事できるっていうので入って、まあ、1ヶ月ぐらいなのかな。結構今春日井の中でもまあまあ仕事きれいだよ、岩瀬の上位にランキングする。俺も電話で今日喋ってたじゃん。めっちゃなんか丁寧な感じだよな。優しそうな塗装の職人と足場の職人の出来仕事できるやつ全然違うよ。塗装の職人の出来です。寺岸とか平とか なんか共通しとるもんがなんか一個あるよね。おとなしいとかコツコツしてるみたいなさ。足場とまた違う、ね、足場とちょっと違うじゃん。そうそう、足場はなんか仕事できそうなんですね。なんかちょっとわちゃわちゃ系じゃん。大会系じゃん。彼氏はうまくいってるんですか。関係あります。視聴者は興味あります。お前携帯チェックとかする。怖っ。お前やめろって。チェックってチェックはしないよ。何？なんか TikTok とか見とってさ、向こうが。ああ。一緒にそれを見とって、その流れで見とくとか。翔の携帯。翔さんの携帯で見とく。ロックかかってない。かかってるけど、別になんかお互いの知ってる。怖っ。いや、でも別にさ、なんか勝手にこうやって見るとかじゃないからね。寝てる間に見るとかだったらやばいけどさ。でも、見てないのに見たことない。翔さんに内緒で見るとか。もし見られるなら見てないと思って、なんか横で見られるとそわそわしそう。自分がなんかしてるからでしょ。いやいや、別にしろしろは別として、なんか嫌だ、なんか裸見られてるみたいな感じ。お客さんと喋ってるところを撮るのも僕の仕事ですね。ユーチューブ見ました。いや、これは見ないですね。これが翔の先輩、まあ、一応先輩ですね。地元とかではなく職場の、うん、まあ、上司。何、翔が何塗装屋やってた。そうです、そうです。で、いくつぐらいで。僕今33で。33、6個ぐらい。翔が16ぐらいです。16で、まあ、21、22ぐらいか。16、17ぐらいで、ぐらい翔。ナイスがポン入ってきたんだ。あ、そうです、4人ぐらいで、うん、4人同時に。友達絡みでこう。どんな感じだったんです。結構印象的なのは、まあ、遅刻が多かったかなとか、あとは、まあ、若いんで、まあ、一人芋づる式で休むみたいな。ああ、まあ、みんなで遊んでる、ね。一人がちょっとこう、分かりやすい感じで、ちょっと熱が、みたいな。なると、すいません、僕も熱が、みたいな。こう、一人休むともう4人休む。常に一緒みたいな。あ、そう。あいつと俺が働いてたの。でも多分半年、1年ないぐらいで。あ、そう、その日やっとったの。一人辞めて、順番に。でも数ヶ月続いてたんだよ、そういう。いや、俺1ヶ月ぐらいでやる。ショーは早かったですよ。最初の2人目ぐらい。あ、ほんと。仕事まともに行こうへんと。そうですね。で、うちでも頑張ってはいましたけど。あ、来たらやるみたいな。来たらやりますけど。あの枠かかるんで。そういうイメージですけどね。だから今、すごい立派になってるんですけど。まあ、全然立派じゃない。もうちょっと近っていただいてもいいですかね。いや、離れてくるんですか。あ、なんか、そういうことですかね。もう今、常駐で今やってくれたんだ。あ、そうですね。今、そうそう。二人で動くので。二人よ。まあ、親方同士みたいなね。あ、そうです。二人で行ったらそうなんですよ。まあ、でも、合うわわみたいな感じでやってないんで。かっこいい。どういうことですか。じゃあ、じゃあ、何じゃない。大体二人でやってる人。厳しいというか。厳しいですよ。実習者使えな。あの七色パートナーズでやってまして、あの、うん、ボスさんが何十年もこの世界に携わってきたので、はい、でその人が女性だからすごい実習生とも喋るから、毎日のように連絡してやってくれるから、はい、はい、飛んだりするのも少ないし、はいはい、実習生はやっぱ捕まると思うの、日本人の倍働くから。あ、でもそれは結構僕先輩のところで外国人使ってる人とかいると、うん、本当休憩とかもなんかそんなにシーズンにかぶらないやつだった。そうそうそう、真面目だよ。全然いい。興味あったら
まあ、その別に押し売りじゃないけど、まあでもこうやって会うとやっぱきちっとしてるな、なんか足場職人と全然違うんだよね。いや、まあまあまあ。はい、あの塗っても意味がないと言われてるけど、はい、何もそうと、あのこれを壊すんでね、その上やっちゃうんだ、意味ないよ。あの外の畳に、そう、それにもうこれ貼っちゃうもんでね、サブクルに向かって意味ないよ。あの上に同じように畳貼るので、はい、意味ないんだもん、全然。まあ、ネットしたらサバートもありますけど、あるでしょ、サバートも用意してます。あ、もうなくても意味ないって言ってもいいんだよ。じゃあ、あの、いや、全く意味ない。まあまあ、いいっすよね、旦那さんが気になるなら塗った方がいいですもんね。うん、段取りだけして、ちょっと塗りますわ。いやいや、全然ない。いや、やっぱり、もう。OK だね。はい。あ、大丈夫です。はい、お願いします。意味ねえってどういうことだ。サビでも意味ねえって。やっぱ昔の考えとかなんじゃない。体力食うものだろう。実際にいいんだよ。もう知り合いかないのか。おじい、いいお知り合いかと思って。だろう。会社でやってるってより自分個人でやってそうな感じ。なんでやりっていうかしょ。あれまたペンキつけて休憩しないから。マットランじゃん。俺もいや、すぐ10分で終わりますよ。あの乾かんもんで、服に作ったもん。あ、それだけだよ。意味ないことはない。意味ないことはない。そんなことから、サビでこうやって言って、これ以上腐食しないように。で、サビは映るんだからね。サビでこうやって塗るのがサビでだから、意味とか、それ上にかぶせるでっていう場合意味なんだろうけど。中ではサビてる。中ではサビてるんだからね。サビは広がっていくからね。あれ、摂取さんにまた配慮できるのは。摂取さんがまた優しすぎるで。だってちょっと手伝っとんだよ。ね、あの職人には並んでよ。あ、大丈夫。気づいて次取りに来たら、意味ないだよとか言ってたら、めっちゃ俺けどね。そう、あんな太鼓、手伝ってきたもんね。え、意味ねえだ、意味ねえだ、とか言ってたから。でも、摂取さんは知り合いなんだぞ。僕もかなと思ったんですけど、いい職人になってよ。あれも応援できることはするで、はい、そのね、実際のことか、情報とかね。ショーと連絡取っても、実はまだ1回も会ってないんですよ。再会してないんだ。で、はい、足場来る、組みに来るって言ったら、瀬戸市に足場来るって言ったら、それも来年から現場出んもんね。シャシャっとんなんだよ、あいつ。出せなあいつ。出とるやんって、今日もちゃんと出とるやん。出したなって。いやいや、まあ。まあ行けたら行きますわ。超調子こいてる人でいいけど。マジで安心した。いい職人さんがまた増えて、ね、でなんか翔さんとまた全く別の感じなんかなと思ったら、なんか系統似てたね。そうだもん、やっぱきちっとしてるじゃん。性格は違うよ、系統似てる。特殊系とかは俺もそうだね、塗装絶対向いてないやっぱ手入れでしょ。めんどくさいことコツコツやるのが塗装って仕事じゃん。そうでしょ。最初の段取りとかすっごい大事でしょ。あのサビ塗るなんか本当そうだよね。まあ、そうですね。板金をクソカスのまみそカスみたいな。で、ああいう不安にお客さんがなる。お客さんも言いなりになっちゃうもんね。あ、意味ないんだみたいな。素人プロのことを信じちゃう。信じちゃう。で、お客さんも、あ、いいよいいよじゃあ。20分遅れるだけや。20分ぐらい。ちょっと休憩してね。でもこんな態度でこうやってやったでしょ。大遅刻してきました。あれ大丈夫？ずっとお客さん待ってて、9時に来るって言ってたんだけど。はい、でもいい動画撮れましたね。はい、うん、よかったですね。いい先輩じゃん。これで ね変なやつだったらちょっと心配だったけど。あ、大丈夫です。もうなんか見るからにいい人で、職人で仕事できそうな感じ。じゃあ優しそうな感じでも、うん、ちょっと現場見に来るわ、またね。あ、わかりました、うん、はい、はい、皆さんまたいい職人さん入ってきてくれて、はい、一回どうぞ楽しそうになってますんで、はい、またぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。 あと別件で3月の19日ゴルフのコンペがあります。ゴルフやるの？やらないです。やるよ。やったことありますけど。じゃあやるよ。俺も最近ハマってる。朝早いです。朝職人さんなのに朝早いの苦手。全然いけるよ。俺もこの土曜日筋肉痛やばいですよ。あ、もうでも慣れてもいいよ。楽しかったんですよ。うん、楽しいぜひ参加よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、さっきもちょっと話したけど、実習生ぜひ相談とかありましたら、その女性の、まあ、あれ動画にも来てるの、
動画は出てる、うんうん、ボスさんな何回か、うん、出てますんで、あのぜひそちらも見て、あの、はい、修正やるので声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね優しい優しいな。